ビッグ・プルマンは、かつて、アメリカ合衆国入りの一周シカゴに存在した、路面電車のシカゴサーフェスラインを運営していた企業の、うち、シカゴ鉄道が所有していた電車の愛称である。1914年のシカゴサーフェスライン発足以前に、シカゴ鉄道が導入した電車、プルマンカーカンパニーによって製造された大型車である、ことが、ビッグ・プルマンという愛称の由来となった。 半高生の車体を持つボギー車で、大型の乗降扉が両側面の前後2カ所に設置され、前方の扉から乗車して車掌に運賃を支払い、後方の扉から降車する前乗り、後振りの流れが用いられた。大半の車両は二重屋根構造で、連結器がなく単行運転を実施していたが、後年に丸屋根に改造された車両が存在したほか、110両は連結器が存在し、 1936年まで、不随者を牽引する運用が組まれていた。これら以外にも一部車両は、主電動機や保安装置などに異が存在した。1908年から1909年までに600両もの大量生産が実施され、同年代に使用されていた車両よりも高い収容力を活かし、利用率が高い系統を中心に、シカゴ市内各地の路面電車路線で使用された。 1922年から後継者の導入による廃車が始まったものの、1941年の時点でも553両が在籍していたが、その後は PCC カーの導入に加え路面電車もの縮小に伴い廃車が急速に進行した。その中で1908年製の225については、100型を含めた旧型電車最後の車両として在籍し、 路面電車が光栄化した後も、シカゴサーフェスライン時代の赤色とクリーム色の塗装を維持し続けたまま、1954年5月30日をもって引退した。1957年以降、この225は、シーショア鉄道博物館で胴体保存が行われているほか、イリノイ鉄道博物館でも2両が保存されている。ありがとうございます。